されて五分堂々、この舞台は伊豆へ進撃戦とするものであろう。もちろん戦いはまだ終わったのでありません。南京政府は都落ちしたとはいえ、抗日政権はまだ滅びたのでありません。それが単なる地方的封建政権に没落したとはいえ、将のいわゆる長期抗戦はこれから本部隊にいるものと見なければなりません。あるいはゲリラ戦術に、あるいは列国なき月戦術に粘れるだけ粘るであります。もし敵にして長期抗戦ならば、我はまた長期要長であります。南京の陥落、それは真の東洋建設の序曲が終わったに過ぎないのであります。さらば、さらにさらに前進する我が勇士らの不運長久を祈り、合わせて東洋平和日志神殿の完成が一日も早からんことを祈ろうではありませんか。